ローマ人への手紙第47回12章14節から16節ですあなた方を迫害する者を祝福しなさい祝福すべきであって呪ってはいけません喜ぶ者と一緒に喜び泣く者と一緒に泣きなさい互いに一つ心になり高ぶった思いを持たず かえって身分の低い者に順応しなさい。自分こそ智者だなどと思ってはいけません。皆さんおはようございます。ますさあ、今日読んでいただいたのはローマ日程の手紙十二章十四節から十六節でした。十四、十五、十六とたった三節ですね。 で今日はローマビテの手紙の第47回目のメッセージでメッセージのタイトルは愛のすすめその2愛のすすめその2ということでありますさあいつもしていますように文脈を確認いたしましょう、えー、ローマビテの手紙のアウトラインチャートを見てください、えー、私たちは1章から8章までで教理について 学んできました。それから、九章から十一章で、イスラエルの救いについて学びました。一、まあ、章から十一章までが、これ全部、教理的学びというふうに考えてもいいわけですね。それを踏まえて、いよいよ十二章から十六章の適用の部分に入っています。十二章に入って。 で何を学んできたのか確認をしたいと思いますが12章の1節2節しっかり学びましたね謙信のすすめでした次に3節から8節謙遜のすすめでしたそして前回は9節から13節で愛のすすめ これを学びました。なんとこのわずか5節の中に、勧め、勧告が13ある、ということを確認をいたしました。その中で冒頭に出てきたのが、愛には偽りがあってはなりませんという愛のすめでありました。すべてがその愛をベースに広がっていくんだということをお話をいたしました。 ローマ人への手紙12章の適用の部分に入ってから皆さんが書いてくださるアンケートを毎回何人かの方のものを紹介することにしておりますけれども今日短いものですけれども4人の方のアンケートを紹介したいと思いますこの方はこうおっしゃってます信仰を持っていないときに12章を読んでわかるようでわからなかった むしろ反発を感じた理由が分かりました。結局、未信者が読めば、ロマ書7章クリスチャンを押し付けられているように感じること,だとなことだったのだと、今日の学びで分かりましたと、感謝しますということですね。これは本当にこの感想を皆さん、多くの方が持たれたと思います。え次の方 中川先生本日もメッセージありがとうございます今回語られた13の項目自分の努力で実践しようとしても絶対にできません疲れ果てるだけです神様による作り変えでできるようになると思います神様によって行えるよう求めていきたいと思いますこの方はメッセージのゴールをきちっと理解して方向性を正しくセットできた方ですね 次「クリスチャンはうちにある動機が探られる」という言葉にドキッとしましたクリスチャンはこうあるべきと思って行動することが心からではなく偽善的ななこととが多いなと思い思ます。自分の力では無理なのだと改めて思いましたこの方もそうですねこの方も自分の行動の動機が探られるそれは自力では無理だということを 語ってらっていらしゃいますそしてこの方中川先生のメッセージ本当に感謝です聖書を読んでも意味が分からず棚上げ状態になっていたものがあこういうことだったのかと分からせていただき私の需要がやっと供給されて嬉しい限りですこれは面白い言葉です需要と供給の関係ですねなかなか時間がなくそして頭が悪いこのびっくりマークですけれども 知識の大切なことはよくわかりました。意識して学びの時間を持ちたいです。これ素晴らしいですね。聖書研究から日本の霊的覚醒がということを彼女も感じていてくださるんですね。こうやって一人一人がメッセージに応答しながら模索をしているわけですね。方向性を正しくセットしてそして日々キリストの姿に似たものに変えられていきたいという努力を しておられるわけですさあそれで今日の箇所ですが今日は愛の勧めの第2回目14節から16節でここには今日6つの勧めが記されています6つ今日は出てきます前回は13でした今日は6つです特に前回も今回も継続してこれは 教会内の人たちに対する勧告ですね。その教会内での人間関係に関する勧告です。教会外の人については次回出てきますから、とりあえずは信者の間の中だけのことだというふうに覚えてください。で前回も語りましたが、前提を確認しておく必要があります。この勧めを直接未信者に語ると、時にはいい場合もあるけれども、 逆効果になるる場合があとということそれは押し付けられてるという気になって不可能なことを要求されてるという思いになるからですね。2番目は信者の中私たちクリスチャンの中には古い性質と新しい性質があってそれが戦ってるだからこの命令を自力で行おうとすると古い性質が目を覚まして活動するようになりまたロマ賞7章クリスチャンに戻ってしまうということ。 これも注意する必要があります。結局、この進めを実行する力は精霊から来るんですね。その場合に大事なことは、位置的真理の確認ですね。つまり自分がキリストのうちにあって新しくなってるということ。そして内側に精霊が住んでいてくださるということ。それゆえ、 精霊に委ねて歩んでいくんだということ。その時にこういった勧告ができるようになる。そして動詞は時生が全て現在形です。ギリシャ語で現在形っていう場合は継続した行為を指します。だから一回鍵じゃないんですね。日々意識しながらこれを実行していく必要があるということですね。さあそこで今日のアウトラインですが、今日はポイントが はいいくつありますかそうですね6つですね6つ知りしませんまあアウトラインとしてはポイントが6つありますよということだけ言っておきたいと思いますそして今日のメッセージのゴールは最後一致信者の一致ということについて考えてみたいなと思っておりますさあここまででアウトラインがごめんなさいイントロダクションが終わりました 準備いいですかじゃあいきますよ。普段よりも大きな声で応答してください。私に聞こえるようにお願いします。はいありがとうございます。立派なもんです。さあそれではいきましょう、えー。6つのポイントのアウトラインですが1番目が迫害するものを祝福する。迫害するものを祝福する。 今回も3つの日本語の翻訳文を比較したいと思います。では14節の3つの訳を比較してみましょう。ご覧ください。<laughs> ではまず、口語訳から読みましょう。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福して呪ってはならない。次、深海訳。 あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。新郷土薬。あなた方を迫害する者の,のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません、えー。3つの薬、ほぼ同じ。全部いいですね。まず、祝福するという動詞です。 祝福するという動詞はユ、ユーロゲオゆうろという動詞です。まあ、英語で、ユーロじというと、長寿のことですね。お葬式でその人のことを語ることですね。つまり、ユーロゲオっていうのは <laughs>、その人に関して良いことを言うということです。その人に関して良いことを言う。<laughs> さっき言った長寿ですね。急にここに来て、 ある話を思い出しましまた昔アメリカで、えー、とんでもない青年がおりましてで何かの事故に巻き込まれて死んだんですねでお葬式をしなきゃいけないまあ兄弟の名前を何でもいいんですけど例えばジョンとそれからピーターというふうにしておきましょうかお兄さんがピーターでボクシのところに来て弟の葬儀をやってくれと。 で弔辞の中で弟は最高に良い人だったと言えと脅迫したわけですねでそのジョンという亡くなった弟が悪人だっていうのはみんな知ってるわけですねで牧師は「分かりました見ましょう」約束したわけですねそしていよいよ葬儀でメッセージそれから弔辞の時間に入っていくわけですけども お兄さんのピーターが一番前に座って見上げてるわけです。にらみつけてるわけです。牧師がこういうわけですね。このジョンという男は、とんでもない悪人でもうどうしようなやつだ。その時にこのお兄さんのピーターはもうすごい形相で、牧師につかみかかろうとした。ところが牧師シは常にこう言った。しかし、そのジョンでさえも、兄のピーターと比べると、 世界一良い人のように思えてくるから不思議だというようにですね弟を褒めたっていう傑作の話がありますけどまあこれがユーロゲオという動詞ですね褒めるってことでヘブル的意味ユダヤ的意味では単にその人のことを褒めるっていう意味じゃないんですねヘブル的意味ではそれは神様にお願いしてその人の上に祝福が 下るようううに願うということですこれがユーロゲオの意味だから日本語の聖書は「祝福して」というふうに正しく訳していますね神様にその人の祝福を祈ることこれがユーロゲオです祝福の対象ですが誰を祝福するのか誰を祝福してほしいと祈るのかあなた方を迫害するものというふうになっています 私たちを迫害する者が祝福を受けるように神様に祈りなさいという命令がここにあります。多くの写本がこのあなた方という言葉が落ちてるんですね。その場合は単に迫害する者を祝福しなさいということになります。あなた方というのはついてると私たちを迫害している人、それが落ちてるとより広い 意味になりますねより広い範囲の人々を指しますね。つまりおよそ迫害という行為に手を染めている者を全てのために祝福を祈れという意味になりますね。おそらくあなた方という言葉がないのが原点だと思います。でこの命令の実例としてイエス様がこのようにおっしゃってます。マタイ語の 44. また、英語の44。ご一緒に読みましょう。はい。しかし、私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者の,のために祈りなさい。もう一度。しかし、私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者の,のために祈りなさい。ですから、イエスの教えも、それから、パウロの教えも、この点では、 一致しているわけですねでこのイエスの教えがいかに当時のユダヤ教の世界では革命的なものであったかということ私たちは知らなければなりませんユダヤ教のシナゴーグユダヤ教の街道では祈りに2種類あって祝福と呪いの祈りが行われていたんですですから祝福を求める祈りとそして敵に対しては 神の呪いが下るようにという祈りが行われていましたそういう当時のユダヤ教の一般常識の中にナザレのイエスというお方が侵入しそして「そうじゃないんだ自分の敵を愛し迫害する者の,のために祈れ」と言われたんです「新約聖書」一貫して貫いている原則は被害を受けても自分で 復讐しないという原則。これが新約聖書を一貫して貫いている原則です。復讐するは我にありという言葉がありますが、これは聖書から出ている言葉です。復讐するは我にありとおっしゃってる主語は神様です。神様が私がするからあなたはしてはならないとおっしゃってるわけですね。キリスト教は ローマの国境になる前に非常に迫害されまた異教世界の中で苦しい時代を通過しましたが教会史の学者たちが言うキリスト教の特徴教会の顕著な特徴は何かというとそういう異教世界の中で敵を呪うことが当たり前の世界の中で自分の敵を愛し迫害する者の,のために祈るということが キリスト教会の顕著な特徴であったと教会史家は私たちに教えてくれるんです。これがこの命令の実例イエス様の例ですね。しかしイエス様の弟子である人たちもこれを実践している例があります。それが人の働き7章55節から60節です。使徒。 7章55から60少し長いですけどもこの箇所重要ですから一緒に読んでみましょういいですかではご一緒にお願いしますねはいしかし精霊に満たされていたステパノは天を見つめ神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った見なさい天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます 人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して、石で撃ち殺した。商人たちは自分の着物をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の礼をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。 主よこの罪を彼らに負わせないでくださいこう言って眠りについたこの箇所は初代教会で最初の殉教者となったステパノの最後の瞬間を描いているものですね石打ちの刑っていうのはユダヤ教の中では神を冒徳した冒徳罪の死刑の形です石を投げて そしてその人を殺すわけですね。これが石打ちの刑。しかしその痛みの真ん中でステパノは祈ったわけですね。なんて祈ったかというと、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。これが迫害する者のために祈れという命令の実際的な適用ですね。なぜステパノの祈りが可能になったのか、ちゃんと 聖書は説明しています。冒頭にこういう言葉があったでしょう。しかし、か聖霊に満たたされていたステパノはというのがキーワードです。つまりステパノの祈りというのは聖霊にによっって可能になった祈りだということですね。この「聖霊によって可能になった」というのはどういう意味かというと前回も話をしましたが聖霊に満たされるというのは量的なもんじゃないんです。これは質的なものですね。 心が聖霊に明け渡されていて聖霊の支配がある状態ですからこの祈りはいわばステパノと聖霊とが合作で父なる神に捧げた祈りであるということが言えますでこの祈りが非常に重要でまた画期的なのはこれが サウロの改心、後のパウロの改心に影響を与えたということですね。私たちは時には聖書の教えに従うと敗北した人生を歩んでいるかに見えることがあります。ステパノも立ち上がって自分に攻撃しきかけてくる人たちに対して手向かうとか、あるいは神様にこの仇を神様が取ってください。祈ったら男らしい。 とととするということかもしれませんしかし黙ってその状況を受け入れそして彼らの祝福のために祈るこれはもう敗北の人生ではありませんかところがその敗北の中に大きな勝利の鍵があるということですねステパノの死によって多くの人が主に立ち返る彼の死によって特にサウロがやがて改心に導かれていく サウルはステパノを殺すことに賛成していたけれども、だけど心の中に、なぜステパノはあのような崇高な祈りをすることができたのかという思いが精霊によって植え付けられたに違いない。それが伏線になって、ダマスコ登場で彼はよみがえりのイエスに会った時に、明確な改心を経験し、クリスチャンが うちにどのような体験をしているかを理解することができたんですね。ここをまとめると、私たちの内側に2つの性質があって葛藤してますね。古い性質と新しい性質。古い性質は呪えと命じてくるんです。いわば必殺仕事人の世界ですね。お好きですかああいう番組。あれ見てると前半はね、こいつは許せねえ。 っていうもう見てる人に怒りを植え付けてそれがもう爆発寸前になった時に仕事人が出てきてスカッとする仕事をしてくれるわけですねまあ現実の世界ではああいうことはないんでしょうけどもしかしあれを見ながらね呪いが成就していくああスカッとしたなっていうことで終わるわけですねそれは古い性質に訴えかけてて 古い性質を持っている人がああいうものを喜ぶわけですね。しかし、神は祝福せよと命じてくるんです。神は私たちの新しい性質に働きかけて祝福せよと命じてくるんです。この葛藤ですね。今日もこの中には本当にいろんな人から傷つけられた、あるいは納得できない扱いを受けた、 あるいは貸した金が返ってこない、騙された、どうのこうのっても様々な痛みを通過している人がいると思います。まあ、ここに書いてある迫害っていうのは、例えば中国の家の教会のクリスチャンたちが経験している。あるいは共産圏、北朝鮮のクリスチャンたちが経験している。イスラム圏のクリスチャンたちが命がけで信仰を守ってるようなものはないかもしれない。まだ日本には。でも、やがて来る時があるかもしれない。でも、 そんなに極限的なものでないにせよ、私たちは人から傷つけられ、そして心の中に許せない思いが湧いてくるんです。それは古い性質が動いてるからです。しかし神は祝福せよと命じてきます。なぜそれが可能になるのか、ステパノは精霊に満たされていたからです。 私たちは自分の力では到底できません。けれども、精霊に心が支配されているときに不思議にそれができるようになり、実は私たちこそ誠の勝利者としての道を歩むことができるようになるんですね。後になってわかります。実は私たちこそ真の勝利者であること。さあ、一番目が終わりました。二番目と三番目は、 一緒に扱います。2と3ですね。いいですかこれは、喜ぶものと共に喜び、泣くものと共に泣く。喜ぶものと共に喜ぶというのが2番目。3番目の勧告が、泣くものと共に泣く。これはコインの裏表ですね。翻訳を比較してみましょう。15節。口語訳からいいですかはい。 喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。新海薬。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。新共同薬。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。はい。どの薬もいいですね。ほぼ同じです。あの、適切な薬です。さあ、そこで質問ですけども、前に喜んでる人がいる。 こちらに悲しんでいる人がいる。この人とは喜ぶ。この人とは悲しむ。皆さんにとってどっちが優しいですか喜んでいる人と共によかったねという方が優しい。それとも悲しんでいる人と共に泣く方が優しい。4世紀の教会恐怖と言われる人で非常に有名な方がいます。この人はコンスタンティノープルの大司教、まあ、東方教会の 偉大な聖人と言われている人で名前が、えー、クリューソストモスクリュ,ス、えー、クリュソストモス、えー、難しい名前ですね、えー、クリューソストモスという人ですが彼は非常に弁論が立ってそして金の口を持っているだからゴールデン・マウスと言われた人なんですねそれぐらいに、あのー、メッセージの力があったわけですね で、彼はこういうことを言ってるんですね。共に喜ぶより共に泣く方が優しいって彼は言ってるんです。つまり人が喜んでるのを一緒に喜ぶのは難しいよって。悲しんでいる人と共に泣いてあげる方が優しいってこういうわけですね。なぜでしょうかも,もちろん一つは妬みの心があるからでしょうね。けれども、 もっと根本的なところは何かというと泣いてる人悲しんでる人は私たちを必要としてるんです。自分が必要とされてるんです。喜んでる人は私たちがいなくても喜んでるんです。だからそばに私がいるということは決定的な条件ではないんですね。で、自分が何か役に立ちたい、自分の価値を求めてる人にとっては 泣いてる人のそばに行って一緒に泣いてあげると自分自身の慰めに実はなってるわけですねだから喜ぶものと共に心から喜ぶっていうのは実は神様が最も評価する無視の心私がないという心がないとつまり本当の愛がないと喜ぶものと共に心から喜ぶっていうのは難しいんですね。 喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。さあ、この命令の実例ですけど、喜ぶことがいかに難しいかって例がもうあの有名な令和の中に出てきます。それが、ルカによる福音書15章25から28ですね。もう皆さん読んだだけで、あっとわかります。一緒に読んでみましょう。いいですかはい。ところで、 兄息子は畑にいたが帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきたそれでしもべの一人を呼んでこれは一体何事かと尋ねるとしもべは言った弟さんがお帰りになったのです無事な姿をお迎えしたというのでお父さんが肥えた格子をほぐらせなさったのですよすると兄は 喜んでいや,いやち間違えました、ね、兄は怒ってっっててて書いてます兄は怒って家に入ろうともしなかったそれで父が出てきていろいろなだめてみた兄は怒ってるんですね今まわざと兄は喜んでって読み替えましたけど喜んでない怒ってるんですね弟が帰ってきたんですもうどこに行ったかわかんない死んでるかもしれない お父さんの心は傷んんんででたすお父さんは喜んでるんです自分の息子だから兄の問題は何かというと父の心と遠く離れていたっていうことですだから宝刀息子は物理的にも精神的にもお父さんから離れていったでこの宝刀息子のお兄さんは物理的には父のそばにいたけれども精神的には離れていたんです それが彼が喜べなかった最大の理由です。ですから喜ぶものと共に喜ぶことができる秘訣は何かというと自分じゃできない。じゃあ父の御心を通して喜んだらどうかつまり天の父がこのことを喜んでおられるなら私も喜べる。天の父が悲しんでおられるなら私も 悲しむことができる父の天の父の思いに寄り添いそれを我が思いとする時に私たちは喜んでいる人と共に喜ぶことができるようになります今度は悲しまれた例ですがイエス様の例を見てみましょうヨハネ11章の35節ですね。 ヨハネ11章の35節、ご一緒に読みましょうはいイエスは涙を流された英語ではねたった二言 Jesus wept。これは聖書の中で一番短い聖句だって言われてるんです英語ではたった二文字ですね日本語でも短いですねイエスは涙を流されたそれはラザロの墓の前に立ってそしてラザロの死を悲しんでいる人たちを見て イエスも涙を流されたわけですこれはイエス様は単にラザラの死を悲しんでいるという異常の死に対する死という現実に対する怒りもあるでしょうけれども最低限言えるのは悲しむ者たちとイエス様が一体化してくださったということですねここに主の愛の表現があります ですから、喜んでいる者と共に喜ぶ、悲しむ者と共に涙を流すというのは、これは実は聖書が教えている愛の具体的な表現だということを覚えておきましょう。ここから私たちが学ぶべき教訓は何かというと、この命令、この勧告は単独のクリスチャン生活はあり得ないことを教えています。いいですかクリスチャンが 単独で生きるということは共に悲しむとか共に喜ぶとかいうことはボディー・ライフこれは共同体質としての生活があってそれが成立するんです一連の命令は今はこれは信者同士の間で教会内での人間関係に適応すべき命令として語られているということもう一度思い出してください信者は神の 家族ですそして父の喜びと悲しみを共有するのが私たち信者の最終的な目標ですね。これが第2第3の命令です。さあそれでは第4に行きましょう。 第4は、思いを一つにするということですね。思いを一つにする。ここでも翻訳を3つ比較してみましょう。口語訳、互いに思うことを一つにし。新海訳、互いに一つ心になり。新共土訳、互いに思いを一つにし。この3つの訳ありますけれども、まあ、あの、 表現は若干違いますけど全部同じことを言っていて適切ですねでパウロが互いに一つ心になりって言ってるのはこういう命令してるのはローマ教会の中にやっぱり不一致があったっていうことを暗示してるんですねでなければこういう言い方はしないでどういう不一致があったのか一番 先に考えられるのは人種的な壁人種的な不一致ですそれは特にユダヤ人信者と違法人信者の間の不一致です例えばローマビテの手紙の2章17節から20節を見てみるとパウロはこういうふうに言っていましたね、えー、思い出すために読んでみましょういいですかはいもしあなたが自分をユダヤ人と唱え 立法を持つことに休んじ神を誇り御心を知りなすべきことが何であるかを立法に教えられてわきまえまた知識と真理の具体的な形として立法を持っているため盲人の案内人闇の中にいる者の,の光愚かな者の,の導き手幼子の教師だと自認しているのならうんぬんと続きますね。これ ユダヤ人の一般的な優越心を表現した言葉ですねだからイエス・キリストを信じた後もこういう思いを特に違法人に対して持ちがちなわけですね。ユダヤ人のセルフイメージっていうのは私たちは盲人の案内人だ闇の中にいる者にとっては光だ愚かな者の,の導き手だ幼子の教師だこういう 愚かな者とか幼子というところに異邦人という言葉を入れたらいいわけですね。だからワンランク上、教会の中ではワンランク上の信者という意識がユダヤ人の中にあっても、これは当然でしょう。しかし、さっきの言葉を使うと、これは古い性質から出てきてる思いですね。じゃあ違法人はどうでしょうか。11章の17から18にこういう言葉がありました。ご一緒にこれを読みましょう。 もしも枝の中のあるものがおられて野生種のオリーブであるあなたがその枝に混じって継がれそしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだとしたらあなたはその枝に対して誇ってはいけません誇ったとしてもあなたが根を支えているのではなく根があなたを支えているのですこれは、 栽培種のオリーブの幹に接ぎ木された野生種の枝である異邦人が、折られた枝であるユダヤ人に対して誇ってる姿ですね。異邦人の誇りっていうのは私たちは信じて救われた。ユダヤ人は不信仰で折られた。だから私たちの方が上だという優越意識でありましょう。ユダヤ人何するものぞ。数も少ないし、やがて彼らは消え去っていく。 教会は違法人が主流になって発展していくんだという意識があってもおかしくないこのようにユダヤ人のプライドと違法人のプライドとがぶつかり合って不一致が起こるっていうことは当然考えられることです今言ったのは人種的壁ですが社会的身分による不一致もあったに違いない皆さん驚くかもしれませんけども この当時の教会にはローマ世界に育った教会には奴隷の信者が教会にいたっていうことを覚えなければいけません。まあ、奴隷って言うと、すぐに私たちはあのエジプトの奴隷状態、あるいはアメリカの南部の黒人の奴隷のことを思い出すかもしれませんが、まあ、ローマ時代の奴隷っていうのはもう少し奴隷に。 なんて言いますか自分の才能を発揮する機会が与えられ奴隷は奴隷主人の所有物ではあるけれどもでも相当自由に活動できた時代ですねそれにしても奴隷なんですそれに対して自由人の信者も教会にはいたわけですね通常は教会外の世界では自由人と奴隷という完全に上下の関係になっているものが 教会に来るとどううでしょうかその社会的身分の落差を教会にまで持ち込んでしまうということは十分あるわけです。パウロがロマンショーの最後に一人一人名前を挙げて挨拶を送ってますがその中には相当社会的地位が高いだけじゃなくて経済的にも豊かな人たちがおります。ですから人種の壁、社会的身分の壁、 さらに経済格差という壁もあったわけですそういう中で思いを一つにせよというわけですねここでパウロがこのことを進めてる理由はプライドがいかに危険なものであるかを思い出させようとしてるわけですねですから私たちも思いを一つにするためにはまず前提として 霊的プライドあるいは社会的プライドが教会を立て上げるためにいかに危険なものであるかということをまず認識するか2つ目に思いを一つにしようということは譲歩して他人の意見に歩み寄ることではないということもう一回言いますこれすごく大事です思いを一つにするっていうのは譲歩して他人の意見に歩み寄ることではない 結局はそうなると一致があるように見えてもそれは教会の中で声が大きい人権力を振るっている人の意見に染まってしまうということになります典型的な例がカルト集団は思いが一つですよすごく一致してますよなぜかというとそれ以外の選択肢を与えられないでそれのみを受け入れるように強制されてるからです だから、譲歩して誰かの意見に歩み寄ろうとするとそれが一致だと思うととんでもないことになってしまう。もう、声を大にして言いたいんですがここでパウロが言っている一致というのは何かというとロマン賞1章から11章までで彼が展開してきた神学的真理を理解してそれを共有するところから来る一致だということこれがものすごく大事なことですね。 つまり、真理において一致していくっていうことです。声の大きさや、あるいは力の強さによって影響されるんじゃないっていうことですね。この一致ということでよく言われるのが、あの、自転車の車輪、あるいは馬車の車輪ですね、ハブっていうのは真ん中にあります。それからそこからスポークっていうのは出てますね。自転車のハブがあって何本もスポークが出てますが、私たちがその スポークだとすると、ハブに近くなればなるほどお互いが近づいていきますね。ハブから遠ざかればお互いが遠くなりますね。つまり、思いを一つにするっていうのはハブ、それは父なる神の御心、あるいは経営された福音の真理、神学的真理、ロマ書1章から11章、その真理にそれぞれが近づいていくときに、結果的に 一致が生まれてくるんです思いを一つにするっていうのは霊的プライドを捨てそして掲示された真理に近づくことによって達成される祝福でありますね。これが4番目であります。さあ5番目にいきましょう。5番目が高ぶらないっていうことですね。ここでも翻訳を比較してみましょう。 交互訳はい、高ぶった思いを抱かずそれから新海訳高ぶった思いを持たず新共同訳高ぶらずこれも表現は少し違いますが全部良い訳ですねすでにローマ人への手紙の12章の十節でこういう教えを私たちは受けていました確認してみましょうね ご一緒に読んでください。はい、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。これですね。尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。結局、人間関係の問題、教会内の問題っていうのは、自分は他の人より一段上だ。優れている。勝って ているという思いがあるから問題が出てくるわけですねこれは高ぶった思いを持たないということつまり他人は自分よりも優れているんだって思いを持ちなさいということそれから高ぶった思いを持たずというのは実は別の訳をすると高いものに心を奪われるなっていう意味にもなるんですね高いものに心を置くなっていうこと 高いものって何かというと野望ですね。野心ですね。人の上に立とうとする思いですね。それが問題を作り出すんだということ。高ぶらないっていうのは結局身分不相応に、あるいは自分に与えられている恵み以上に何かを奪い取ろうとする思い。それが高ぶった思いにつながってくるということですね。5番目はこれで終わりです。さあ最後、6番目。 これで最後のポイントです。身分の低い人々と交わるというのはそれですね。16節ご一緒に翻訳を比較してみましょう。読んでいきましょう。まず口語訳からね。はい。かえって低い者たちと交わるが良い。新海訳。かえって身分の低い者に順応しなさい。新郷土訳。身分の低い人々と交わりなさい。ということですね。ここでは、 高ぶった思いを持つあるいは高いものに心を奪われるという状態と身分の低い人と自然に交流するということはこう対極に置かれているわけですね特に信者の中に貧富の差社会的身分の差があったわけですから身分の高い人が「ふん」って言ってあの人たちとは交わらないって言って。 軽蔑ししたたよううなな状態になるっていうことといこはは自然然の流れとしては当然あったわけですね。だからパウロは「高ぶるなよ」と同時に身分の低い人々とも交わりをしなきゃだめだよつまり身分の高い人が教会の中でどの身分の人とも自然に交われてるかどうかが霊的に成長しているかどうかの一つのポイントになるということですね。 教会の指導者がこれ今の教会のことで現,現,現代の教会現代の教会の指導者が霊的指導者たちがもし上流階級の人たちとしか交わらなくなったとしたらそれは霊的に病んでる証拠ですもう一回言いますね教会の指導者たちが身分上の人お金持ちの人 付き合いやすい人とのみしか交わらなくなったら、それは霊的に問題が発生していることの印です。皆さんは旅行する、新しい街を訪問する、外国に行く、その時に高級ホテル、ショッピング街、素敵なレストラン、そういうとこのみ興味ありますかそれとも庶民が行くような大通りに行ったり、 あるいは裏通りに行ったりあるいは庶民が食べるようなものを屋台で食べたりということに興味がありますかまあ庶民が行くところに興味がある実際のその国の人の生活を見てみたい体験したいっていう人は今ここで言う教会内でその賜物を発揮すれば身分の低い人々と交わるということが 実現しますね私はあのキリスト教大学あるいは一般の大学で非常に良い働きをして大変全国的にも名前が知られている大学教授が何人か教会に行ってるっていうのを知ってます。で時々思うのはもし牧師がメッセージする時にそういうクリスチャンの著名な大学教授が座ってるとすごく ぼっかいしにくいメッセージしにくいだろうなと思うことはあるんですがその方々からではなくてその方々を知っている人たちから話を聞くと教会に来た時には本当に大学教授だって顔なんかこれっぽっちもしてないって言うんですねもう本当に普通の信徒のようにして教会によく使えてるって言うんですねそれを聞いて私は、 うん尊敬しましたね偉いなと思ってねの感じりましたねで実際にそのような姿勢こそここでパウロがクリスチャンに命じている姿勢でありますね身分の低い人と交わるっていうことですねそしてここまでのまとめとしてパウロは16節で最後のアドバイスをしていますこれは6番目の 身分の低い人と交わるということに関連した最後のアドバイスでこれが16節ですねこれも一緒に皆さん読んでください口語訳からねはい自分が知者だと思い上がってはならない深海訳自分こそ知者だなどと思ってはいけません心教土訳自分を賢い者とうぬぼれてはなりませんまあ全部良い訳ですねうぬぼれるな いうことです、ね、もうこれは皆さんもお感じになると思いますけど自分を賢いものだと思っている人うぬぼれている人は周りから見ると本当に愚かに見えますね。本人が思っているほど周りでは賢いとは思ってない。本当に賢い人は自分がいかに知っていないかということを知っていて謙遜になります。知識が増えれば増えるほどいかに知らないことが多いかと。 重い謙遜になってきます神様はそういううのぼれた人高ぶった人を本当にお嫌いになりますイザヤ書5章の21節こういう言葉がありますこれは神様が裁きを下そうとしている人たちのリストの中の一つですああご一緒にはいああ己を知恵ある者とみなし己を 悟りがある者と見せかける者たち。これは神様がお嫌いになる性質の人たちです。あるいは真言の3章7節、これもご一緒に。自分を知恵のある者と思うな。主を恐れて悪から離れよう。もう一度。自分を知恵のある者と思うな。悪を恐れ、主を恐れて悪から離れよ これが最後のアドバイスですね。はい、それでは今日のメッセージの結論に行きましょう。今日は一致ということについて考えましょうって話をしました <laughs> で。振り返りながら、教会の中の一致ということを思い出したいんですが、先ほどこういうことを言いましたね。掲示された心理を元にして一致を求めるんだということ。 掲示された真理をもとに一致を求めるということですね。それは福音の真理です。あるいはロマ書一章から十一章で展開された神学的真理ですね。福音の真理をもとに一致を求めるとするならば、こういうことは言えますね。一番目、すべての人は罪人である。プライドを持つ、高ぶる。そうやってる人も罪人なんです。だから、ああ、すべての人は 神の前で罪人だなということ、これが真理ですね。それから2番目に「救いは恵みによって与えられる」ということ。自分も一方的な「神の恵みによって救われたんだな」という真理が確認されると全ての人はそれに近づいてくると麗しい血が生まれますね。そして、 救いに関しては私たちの側の誇りは何もない。御霊のたまもも一方的に与えられている。だから私たちの誇りは取り去られたんです。私たちは天の父から一方的に愛された子供たちです。そして教会に集まるお互いは神の子供です。すべての人は罪人であり、すべての人は恵みによって救われ、 全ての人から誇りが取り去られた。この真理が分かると、それが一致する力になってくる。そこに向かって近づいていかなければなりません。ですから、これは間接的に真理に近づくことによって、ごめんなさい、真理に近づくことによって、間接的にあるいは結果として一致が生まれてくるということ。この構造をよく理解しなければなりません。ですから、なかなか、 真理に関する理解が合致しない掲示された真理をそれに同意して受け入れてない人と一致を求めるというのは相当難しいんです特に聖書観が違う聖書観というのは聖書は神の掲示によって書かれた神の言葉であるというところに立っていないとどうやって一致するんですかそれが基本的な元になりますね もう一つ考えたいのはユダヤ人と違法人の一致ということですね特にこれを強調するのは違法人クリスチャンはこの視点が本当に欠落してるからですねこれは初期の教会の問題です大問題ですそして今もメシアニック汁たちユダヤ人信者が生まれてくる中でこれが現代の問題にもなりつつあるからですユダヤ人信者と違法人信者の一致ですですから パウロ書簡を読むときに、あるいは新約聖書の書簡の部分を読むときに、多くのものはユダヤ人信者と違法人信者、それぞれ背景が違うところから来てるわけですね。そこにある葛藤が存在していたということを前提に読まなかったら意味がわからないところがたくさんありますね。その一つがエペソビトヨネ手紙の2章14から16ですね。これを ご一緒に読んでみましょうすごく重要な聖句ですエペソ2の14から16ですねご一緒にはい「キリストこそ私たちの平和であり2つのものを1つにし隔ての壁を打ち壊しご自分の肉において敵意を廃棄された方です敵意とはさまざまな規定から成り立っている戒めの立法なのですこのことは 二つのものもご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためでありまた両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。とあります。ここで「二つのもの」とありますが。 キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、二つのものっていうのはユダヤ人と違法人のことです。それを一つにした。隔ての壁を打ち壊してありますが、隔ての壁っていうのはモーセの立法ですね。モーセの立法をユダヤ人は持ってたんです。違法人は持ってなかったんです。だから、そのモーセの立法が違法人を遠ざけていたんです。イエス・キリストの十字架による救いが 提供される前は信仰を持っている人はモーセの立法の命令を実行することが信仰表現だったんです。違法人はもともとそれがなかったからだからその当時は神様の祝福を得ようとしたらユダヤ教に改宗するしかなかったんです。しかし今やイエス・キリストは十字架によってモーセの立法の要求を全部満たしてそれを廃棄してくださった。だから違法人も 神の恵みに近づけるようになった。そして、このことは、二つのものをご自身において、新しい一人の人に作り上げて、平和を実現するためでありとありますね。このことっていうのは、敵を廃棄したということ。十字架にかかり、モーセの律法を廃棄したということは、目的は何かというと、ご自身においてですね、イン・クライスですね、キリストのうちにあっ で二つのものもが新しい一人の人になった人っていうのは教会ですねキリストの体なる教会だから違法人とユダヤ人がモーセの立法を壁にして分離していたのがキリストの十字架によってそれが取り除けられた結果新しい一人の人になったんだそれが新約聖書が教える教会の姿ですだから教会っていうのは究極的に ユダヤ人と人とが一致した結果、生まれてくるものです。では教会の歴史はどうでしょうか異邦人クリスチャンはユダヤ人信者を受け入れ一致の道を探ってきたでしょうかあるいは彼らを排斥し反ユダヤ的に走ったでしょうか歴史は残念ながら悲劇が起こったことを示していますね。多くの人教会が、 ユダヤ人迫害の歴史を積み上げてきました。何が問題なのか。さっき言った一番目、結論の一番目に言ったことにヒントがありますね。掲示された真理をもとに一致を求めるということです。掲示された真理を正しく理解して、そこに一致を求めなかったら、こういう結果になってくるんですね。学びましょう。そして、 神様が一生懸命私たちに掲示して教えてくださったこの御言葉の真理を理解することによって私たちの間に一致が生まれることを求めようじゃありませんか。謙遜になりましょう。私たちが知っていることはほんの一部ですね。そして神の恵みに近づきましょう。その時にお互いがますます近くなりますね。隣にいる方はキリストにある家族です。知ってました 隣の方に最後言ってあげましょうねあなたは私の兄弟です私の姉妹ですまあ年齢が分かんないから姉とか妹とか言わない方がいいよでもあなたは私の兄弟です私の姉妹ですお互い言おうじゃありませんかそして祈りを持って終わりましょうどうぞ祝福してください隣の方お祈りしましょう 喜ぶ者と一緒に喜び泣く者と一緒に泣きなさい天の父なる神様今日御霊に満たされた信者がどのような選びができるかを教えてくださり感謝をいたしますまた一致ということについても明確に教えていただきありがとうございました どうぞ御言葉の学びを通して掲示された真理の上に一致を築き上げていくことができますように導いてください私たちは聖書研究から日本の霊的覚醒がという言葉をモットーに歩んでおりますこのメッセージを聞かれる方恵比寿の集会で直接メッセージに触れる方 アベスタイムのメッセージステーションを通してメッセージに触れる方、世界中の兄弟姉妹たちが同じ天の父に属する家族であることを認識して、さらにあなたの皆をあがめることができますよ。導いてください。主イエスキリストの皆によって感謝して祈ります。アーメン